船で行くのかよ。何で行くと思ってたんだ。ほら、メスの瞬間移動でピューっと。そんなに長距離は無理だ。ウェンディ、酔い止めの魔法。ウェンディ、すみません、なんか私も乗り物に弱くなっちゃったみたい。大丈夫？こうなるとウェンディにもトロイヤは使えないわ。魚食べる？仕方ねえ、寝室に運んでやるか。これでオーケー。服どこ行った？あ、本当だ。早めに持ち帰らないでよ。ルーシー、ルーシー、ルーシー。どうした、エルザ？いや、マスターと呼ぶべきか。エルザでいい。六代目はギルドを解散させてまで私たちを守ろうとした。それと同時にルーメイストワールを敵国から守った。そこまでは理解できる。だがルーメンが何なのかわからぬ以上、ここまでする意味があったのか疑問が残る。兵器に相当する何かということは分かっている。情報じゃ、じいさんはフェイスを止めるために発動しようとしていたんだろう。うん、けど使う勇気がなかったって言ってたのよね。もし発動していたら、あの大量のフェイスを止められてたかもしれないってこと？すごい。それに初代の体、あれが一番の謎だ。生きてるのか死んでるのか。っていうか、今まで私たちの前に現れてた死念体は何なの？わからないことが多すぎる。でもマスターを助け出したらきっと全部の謎が解けるよ。アルバレスまではどれくらいかかるんだ？船で10日。アラキタシアに着いてからも首都までは数日かかる。マスター、流行る気持ちはわかるが焦ってはダメだ。まずは物資と食料の補給のため、この先の観光地カラコールの町に向かう。草や花の名前じゃない町。フィオーレ領じゃねえってことさ。寄り道などしている暇があるのか。焦るなって言っただろ。これは潜入作戦、事前準備が大切なんだ。事前準備？カラコールで諜報員と落ち合うことになってる。奴から潜入経路を聞くんだ。本当にこんなとこにラクサスがいんのか。俺の集めた情報じゃ取り巻きも一緒にいるはずだ。雷神主も？エヴァ目当てでついてきたくせに。なんでジュビアはこっちのチームなんでしょうか。しょうがないじゃない、ブレイたちは先行っちゃったんだから。でも確かにチームを分ける必要ってあるのかしら。今回は潜入作戦と言っていたな。奴らの判断は正しい。争いになったら勝てる相手ではないからな。我々が勝つ確率は 0% だ。潜入としても成功率はそう高くはねえな。勝算も作戦成功率も限りなくゼロに近い。だから少しでも可能性を上げるために私たちは別動隊として動くでしょ。もう私だけ置いてくなんてひどいよ。あれ、小せえから荷物の中に入ってると思ったんだけどな。ああ忘れてた、悪い悪い。バカ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 、イチャイチャしてる。寂しかったらお姉さんとイチャイチャしよんか。ジュビア、そっちの毛は。でもみんな、今回の敵は本当にヤバいよ。絶対に戦おうなんて考えちゃダメだからね。見えてきた、カラコール島だ。ほら、下船の準備しよう。待て、あの船は何だ。アルバレス帝国軍の船だと。なんでこんなところに。カラコールはアルバレスの領土じゃないはずよ。港で何かの検閲をやっているようだ。
これじゃ島に近づけねえぞ。スパイの仲間を探してるみてえだ。うん、スパイさんも捕まってはいないようです。え、あんたたち港の声が聞こえるの？かすかにだけど。どうする？奴らに情報員が捕まる前に接触せねばよ。